よし、ルイジ、今日は地下に行くぞ。え、地下？僕、あんまり暗いところ好きじゃないんだけど、兄さん。大丈夫だ、ルイジ。今日行く地下は明るいから、明るい地下だ。明るいの？だったら大丈夫かな。それに、2人で行くんだから大丈夫だ。2人で地下に行くぞ。了解、兄さん。あの君は明るいコインの地下。地下って言っても明るそうだね、兄さん。だろ？だから言ったじゃないか。よし、まずは地下に行くみたいだな。そうだね。さあ、どんな明るい地下だろう。暗くなければ僕だって怖くないよ。それはそうだろう。とにかくこれだな。オッケー、ファイヤー。ファイヤーフラワーまで。これはいいね。優しい。よし、二人でファイヤーだからな。これはいいぞ。そしてここはもう地下に行くと戻ってこれないからな。うう、そこだけはちょっとドキドキするけど、でも大丈夫だよね、二人だから。そうだ、大丈夫だ、二人だからな。ここら辺何かないかな。なんもないな。よし、行くぞ。レッツゴー。よし、着いたぞ、地下だ。おお、まだわかんないけど明るそうだね。そうだな、とにかくコインを集めながら地下をクリアしていこう。了解、兄さん。下にコインがあるみたいだよ。よし、いいぞ。このコインをゲット。さあ、そして、おお、見てくれ、ほら、赤い石があるから明るいんだよ、ここは。ほらね、ほんとだね、明るいね。ここにもちょっと電気的なものもあるし。なるほど、そういう感じの光を灯してるようなイメージなんだな。なるほどなるほど、いいね、明るい感じだ。さあ、クリボーちゃんもね、明るいから見えるよ。オッケー、いいぞ。暗くないから怖くないぞ、ルイジ。そうだね、兄さん。これだったら僕だって全然大丈夫。ほら、見て、ファイヤーでバックンもクリボーもどっちも倒しちゃった。ナイス、ルイジ、いいぞ。さあ、今度は土管か。土管に入れるかどうか確かめてみるか、ルイジ。見てよ、でもこのグリーンの石、綺麗だね。僕の色みたい。確かに綺麗だな。しかも明るく感じる。これなら怖くないや。下は行けないみたい。了解。じゃあ下は関係ないみたいだな。よし、行こう。先に進むぞ。さあ、コインは取りつつだな。任せて、このポケン。ナイス、ファイヤー、いいぞ、ルジ。さあ、ここは今度は見てくれ、俺の赤い岩みたいな感じだぞ。ほんとだね。それは入れるのかい？入れないみたいだね。まあ、入れる土管があるかもしれないし、くまなく探していこう。この下はなんだ、落ちるとこかな。ここはさすがにそうみたいだね。気をつけて、兄さん。ここ落ちるよ、きっと。ちょっと壁伝っていく。あ、ここ落ちる、ここ落ちるよ、兄さん。危ない危ない危ない。オッケー、ナイス、いいぞ。ルイジも地下なのに結構張り切ってるじゃないか。そりゃそうでしょ、明るいんだもん。見てくれよ、あれでかいな。でも大丈夫だ、俺のファイヤーで一発。よし、そして10枚コインゲット。ナイス、兄さん。緑色の土管は入れない時が多かったんだけど、黄色い土管は入れるかもよ。確かに入れないね。さあ、土管は入れないところが多いのかな。よし、そして次はこちら、兄さん、上に行こう。了解了解、ちょっと待って、スターを伝っていくぜ、俺は。オッケー。さあ、ここも倒していきたいところだな。オッケー、いいぞ。さあ、上はここも入れないみたいだな。オッケー、土管は多いけど入れる場所がないみたいだね。さあ、ここも倒していく。よし、ここは入れるかもしれないぞ。入れないね。そこも入れないんだ。よし、こう、時間もなくなってきたことだし。さあ、こっち、こっち行って敵倒せるから簡単だね、結構。そうだね、最初のファイヤーがかなり役に立つな。ここは入れる？入れないね。全部入れないのか、土管。よし、ここはじゃあ上に行くしかないみたいだな。他に道がない。さあ、ルイジ、ゴー。こっちだな。あー、なるほどね。まずはルイジだな。ちょっと待ってよ、兄さん、ここでも。時間が。そうだね、時間がなくなってきた。困ったね。しかもここ、なかなか行きにくいよ。よいしょ。オッケー。よーし、待ってろ。上に行ってしまった方が楽だったのかな。そういうことか。で、これか。なるほどね。僕が取りに行く。よし、ナイス、ルイジ、いいぞ。さあ、今度はどうする。道が結構あるんだけど。そうだね、ここは、お、ファイヤーフラワー。こっちは上はないみたいだ。よし、進もう。お、ここ入れないぞ。今度こっちだ。行こう行こう、時間がないよ、兄さん。よーし、ここは僕にと思ったけど、兄さんも。いや、どっちもファイヤーだろ。どっちもファイヤーだからな。よし、今度こっち。さあ行こう、兄さん。あの土管は入れるんじゃないの。さすがに入れそうな土管を発見。さあ、ファイヤーパックンで、ファイヤーパックンじゃないな、パックンを倒して。いける、いけないね、全部いけないんだ。これは参ったね。確かにいけそうでいけないところがいっぱい。おお、なんだこれ、見たことない怪物だ、気をつけてって。あー、タイムアップ。もう一回行くぞ。了解。時間がかかるからね。そうだな、2人でベラベラ喋ってると時間がかかるからな。さっさと行くぞ、ルイジ。了解了解。よし、行こう。
さあここら辺はちゃっちゃと行きますぜ。土管から出てくるのはパックンだけってわけだな。よし先に行こう。ルイジ了解。よし着いたぞ。さっきのところだ。さあ行こう。ここからまだ探索開始。了解行こう。しかし僕のファイヤーめちゃくちゃ役に立つよね。いやいやいや俺もファイヤーだし俺のファイヤーが役に立つんだろ。いや僕のファイヤーでしょ。見てよこれ。いや俺のも見てくれ。ほらダブルファイヤーだねー。ちょいずらしファイヤーがすごいな。連射力が半端ないね。おお。何にも当たってないけどね。そうだなルイジ。そして時間がかかっている。何先代兄さん行かないと。いやルイジこそ行けよ。いや兄さんが、あった。二人とも行かないとね。そうそうだな。よし先に行こう。こっからだな。まだ知らない場所。おおそうださっきの化け物。化け物だぞ。行けルイジ。オッケー。どうだいこの化け物と思ったけどバックフラワーじゃないか。そうだな重なってたから化け物見えたけどさっきのは全然重なってないから化け物には見えなかったな。そう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 だね。知ってる知ってるパックンだね。よし行くぞ。ここさあ今度は倒すんだルイジ。ナイスルイジ。いいぞ。さあ今度上はないみたいだな。しかしここ明るいね。この石が明るい石なんだよ。そうだね明るい石があるとこの洞窟も全然暗くないし怖くないぞ。さあここだな。さすがにここがこの洞窟の終わりっぽいぞ。よし行くぞルイジ。了解兄さん。どうなの外はどう。オッケー。うわ中間ポイント結構な距離。すごいね。危なかったよ兄さん。クリボー来てたよ。ナイスルイジ。いいぞ。さあ明るい洞窟から今度は外に出てきたんで全くもって明るいな。よしルイジ頼んだ。痛い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 よ兄さん。話すタイミング。すまねえすまねえ。こっちから行けたんで。ナイスそういう生き方ね。了解了解。さあ俺がファイヤーだからまだなんとかなるぞ。さあ行こう。頼んだよ兄さん。この回転打ちでファイヤーを出していけば問題ない。オッケーいいぞルイジ。いけいけゴーゴー。さあここは。おっとまたか。また地下に行くみたいだぞルイジ。おお楽しそうだね。地下がいっぱい。いいね。さあ今度はおおまた地下だ。すごいすごいすごい。ここはなんだ廃校みたいな場所だな。よし頑張るぞルイジ。了解。でも時間が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 なくなっていくね。てん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 。ウォ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 ウ。時間ないね。そうだな俺たちはベラベラ喋って言ってるからな。なかなか時間が足りないんだよ。まあでも行けるとこまで行こう。中間ポイントは取ってるから大丈夫だろう。おお下にも行けそうだし横にも行けそうだし。下に行けるか。頼んだルイジ。了解。助けて行けたよ。びっくりした本当怖かったよ。本当に死ぬかと思ったよ。うん大丈夫生きてるから大丈夫だ。了解だけど本当怖かったんだけどもう落ちるのはさすがに。ってあれはサーチキラつきなかなか難易度の高い50枚くんだけど、ここはもう閉じ込められてない。オッケー、いけた。いけたよ。結構いけた。おお、来た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 。さあ、もう時間がないからな。さすがにサーチキラーついてくるね。さすがのサーチ、すごいね。さあ、下にはね、大きなコインがあったけど、こっちに行くとじゃあゴールってわけだな。さあ、どうするよ、ルイジ。時間がギリギリか。おっと、こうやって待ってる、ルイさん。見た。見た。鍵が。あった、すぐあったわ。すぐあったね、本当に。びっくりだよ。さあルイジ行くんだ。了解。ここに入ればもしかしてもうゴールかな。いやまだだ。結構長い地下だよここ。やるねこの地下。あと5秒。いけるかな。ギリギリじゃないかな。さあどうでしょう。さあこっからさ5秒で届くかな。ゴールまで。ああ無理だった。中間ポイントあるから大丈夫だよルイジ。いやなかなか楽しいねこの地下。明るいからね。そうだな。さあ行くぞ明るい地下。もうすぐクリアも目前でしょ。危なかったね今ギリギリセーフ。さあここにファイヤーがあるからこれがいいね。ファイヤーあるとこの地下はかなり楽ちんになるかな。そうだね。さあ行こうゴーゴー。さあこっからだね。ここ下はまあとりあえず探索はしたんでとにかく進んでいこう。もう一回地下から出たところがゴールじゃないかなと思ってはいるけど。カキボン倒す。そしてルイジ頼んだぞ。了解任せてガガガガファイヤー。よしこれで鍵ゲット。さあここに入ればきっと出口だ。明るい地下だったね本当に。そうだな。よし倒した。とにかくここ出るぞ。いやでもここなんかいいね。廃校の感じがいいね。廃校の感じいいよね。そうだなここいいよな。見た目がいいな。鍵もゲットしたことだし。ファイヤーオッケー。ファイヤーは効かないな。さすがにサーチキラ確かに効かないね。確かに効かない。でんでんでん。もうちょっと待った。だしまった。俺たちの大事なファイヤーが行くしかないぞルイジ。とにかくこのサーチキラこっから先
ファイヤーがなくなって大丈夫か。わからないよ兄さん。でもこの格好で行くしかないんだ。そうだな、行くぞルイジ、ゴー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 。さあこっから先だよね。まだ未知の世界というよりももうゴールじゃないかなとは思っているが。そうだね。ということは2人で担いでちゃんとゴールした方がいいんじゃないの。よし行くぞ。こっちに行けばきっと、お、これはまさにゴール階段じゃないのかな。この階段、オッケー、やったルイジ。さあ2人でゴール、やった。明るい地下だったから楽しかったね兄さん。そうだな、こういう地下は楽しくていいね。いいね、面白い地下だったよ。明るいコイン、コインもたくさんあってボリューム満点、いいね。はい、ということで今回はマリオメーカー2で明るい地下に挑戦しました。みんなもぜひこのコースで遊んでみてね。それじゃあ今回の動画は以上です。この動画が面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしく。他にもたくさん動画があるんで見てください。それじゃあ次回の動画でまたお、バイバイ。あの君は